Hello everyone, I'm Susanna. Welcome back to my channel. 皆さんこんにちは、スザンナです。私のチャンネルへようこそ。今日はこちらのストライプの透かしが、とてもシンプルで涼しげなスティッチのご紹介です。とても簡単なので、ぜひ皆さんも編んでみてください。では早速始めましょう。ぜひ余ってる糸を持ってきてちょっと編んでいただけるぐらい簡単なので一緒に編んでほしいんですけど、はい、早速編んでいきますよ。まず作り目なんですけど、作り目は4の倍数となります。ということで4の倍数ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。はい、そしたら追加で鎖を1目入れましょう。 4x プラス1となります。で、 4x プラス1になりましたら、立ち上がりに鎖を1目入れて、はい、鎖の2番目にかぎ針を刺します。糸を戻してきたら、その隣の目にもかぎ針を刺しましょう。はい、3本かかった状態で3本同時に引き抜いたら、鎖を3目しましょう。1、2、3。はい、隣の1目をスキップして、その次の目ですね、その次の目から1、2、3ということで3目取ります。4本かかってますね。基本はトリニティと一緒ですね。4本同時に引き抜いたら1、2、3と鎖を3目します。これを繰り返していきます。1目スキップしたら、その隣の目1刺して2戻す、刺して戻す、3。はい、4本かかってますね。4本同時に引き抜いて1、2、3。1本スキップして、1個スキップしたら、隣の目から3目繰り返しますよ。引き抜いたら鎖を3目、はい、鎖3目したら1目スキップして、最後2目余ってますので、この2本に1回2回とかぎ針を刺したら、最後は2本同時に引き抜いて終わります。はい、これが1段目となります。続いて2段目ですね。2段目以降は、2段目の繰り返しとなります。もうほぼ1段目と同じなんですけど、鎖1で立ち上がったら裏返して、最初の細編みの目と戻していきます。隣の鎖のスペースですね、糸を引っ掛けて戻す。で、はい、3本かかった状態で3本同時に引き抜きます。そして鎖3。で、これが始まりですね。あと真ん中は同じ編み方です。スペース、右のスペースにかぎ針を刺して糸を引っ張って戻します。左のスペースにかぎ針を刺して糸を引っ掛けて戻してきます。3本かかった状態で糸を3本引き抜いて鎖3。はい、これを繰り返していきます。右のスペース、左のスペース、3本同時に引き抜いて鎖3。右のスペース、左のスペース、3本引き抜いて鎖3。はい、最後ですね。最後は右のスペースから糸を持ってきたら、最初の細編みの目がここにありますので、最初の細編みの目にかぎ針を刺して3本同時に引き抜いて、はい、終わります。はい、あとはこれを繰り返していきます。2段目の繰り返しです。もう一度いきますよ。鎖1で立ち上がったら、最初の目にかぎ針を刺して、隣の左のスペースから糸を持ってきて3本引き抜いて1、2、3。はい、あとは同じですね。右のスペースに刺して糸を持ってくる、左のスペースに刺して糸を持ってくる、3本同時に引き抜いたら鎖3。
右のスペース、左のスペース、3本引き抜いて、1、2、3、右のスペース、左のスペース、3本引き抜いて、1、2、3、右のスペース、最後は右のスペースと最初の細編みに刺して糸を引っ掛けて戻したら3本引き抜いて終わります。はい、これだけですね。もう1段 の繰り返しなのでとても簡単だと思います。透かしが入っているのですごく涼しいのと、方眼編みだと弱くなってしまうこの縦のラインですね、縦のラインをしっかりさせる働きがあり、スペースも余裕があるので、はい、伸縮性もありますので着心地のいい編み地になります。はい、とても簡単なのでよかったら皆さんもお試しください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。 Thank you for watching and see you in my next video. Bye bye.